ジャニーズ事務所が設置した特別チームがジャニー喜多川氏による性加害を事実だと認めたことをめぐり、元ジャニーズ Jr. の男性は被害者救済に向け国の関与を訴えました。国とジャニーズ事務所とあと我々当事者の会、この3者が被害者救済に当たらねば真の被害者救済は達成できないのではないか。ジャニーズ性加害問題当事者の会の石丸副代表は立憲民主党が開いたヒアリングに出席しました。昨日示された調査報告について一定の評価をした上で、国が関与する形で被害者が納得する救済案を取ってほしいと訴えました。またジュリー氏について責任を取り被害者と対話するよう求める声も出ました。